東海 VS 関東18万都市対決、立川市 VS 安城市 VS 小田原市 VS 沼津市。東京都立川市と愛知県安城市が強いトーナメント、静岡県沼津市と神奈川県小田原市は止めることができるでしょうか。論より証拠の10連戦で検証していきます。1試合目、15歳未満人口比は安城市が高い、出生数は安城市が圧倒、インフラ業売上は小田原市の圧勝、加重地人口密度は立川市の圧勝、金融保険業売上は立川市が圧倒的、建築床面積は安城市が広い、大接戦を制したのは立川市、2位は安城市。2試合目、教育学習支援業売上は立川市が多い、刑法犯認知件数の少なさは小田原市、出生数は安城市、小売店数は沼津市が多い、製造業現金給与総額は安城市の圧勝、加重地人口密度は立川市、際どい大接戦を制したのは小田原市、2位は立川と沼津。3試合目、経常収支率は安城市が強い、製造業従業者数は安城市の圧勝、金融保険業売上は立川市、昼間人口密度は立川市、宿泊飲食業売上は立川市の勝利、飲食店数は沼津市が多い、立川市が沼津市に競り勝つ。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。序盤の攻防戦は立川市が制しました。2位争いは団子状態です。4試合目、地方勢は安城市が僅差勝ち、人口密度は立川市、複合サービス業売上はデータ不足、卸売業年間商品販売額は沼津市が多い、建設業売上は立川市が多い、課税対象所得は安城市、立川市の勝利、2位は安城市。5試合目、小売業年間商品販売額は規格外の立川市、小売業従業員数は立川市、製造品出荷額は安城市の圧勝、農業畜産は安城市が唯一の3桁です。実質交際比率安城市が強い、卸売業年間商品販売額は沼津市。大接戦となり、立川、安城、沼津が揃って勝利。第5試合終了時点の順位、立川が圧倒的な前半戦、2位争いは安城と沼津が互角の様相、小田原は巻き返したいところですがどうなるか。6試合目、昼間人口密度は立川市、15歳未満人口は安城市、経常収支率は安城市、財政力指数は安城市が強い、学術研究業売上は安城市が多い、宿泊飲食業売上は立川市。安城市の快勝、2位は立川市。第6試合終了時点の順位、安城市が単独2位に浮上です。7試合目、製造業現金給与総額は安城市の圧勝、製造業従業者数は安城市が強い、卸売業年間商品販売額は沼津市、情報通信業売上は立川市が桁違い、出生数は安城市、生活関連娯楽業売上は立川市、大接戦を制したのは安城市と沼津市。第7試合終了時点の順位、安城市が立川市との差を3に縮めています。8試合目、加重地人口密度は立川市、実質交際比率は安城市、昼間人口比は立川市、製造業現金給与総額は安城市、農林漁業売上は沼津市、飲食店数は沼津市、またも大接戦を制したのは安城市と沼津市。第8試合終了時点の順位、立川市に勝ち点1差に迫る安城市、さらに沼津市も射程圏内です。残り2試合、9試合目、宿泊飲食業売上は立川市、人口密度は立川市、昼間人口比は立川市、サービス業売上は立川市の圧勝、昼間人口密度は立川市、不動産物品業売上は立川市の圧勝、立川市の完全勝利です。2位は沼津市。第9試合終了時点の順位、立川が勝ち抜けを決めました。2位争いは東海の安城と沼津が勝ち点1差、次が最終戦です。最終戦、財政力指数は安城市、15歳未満人口比は安城市、農林漁業売上は沼津市、人口密度は立川市、加重地人口密度は立川市、卸売業年間商品販売額は沼津市、安城市の勝利、2位は立川市。全10試合の最終結果が出ました。立川市勝ち点23、安城市勝ち点21、沼津市勝ち点18、小田原市勝ち点5。
終始首位をキープした立川市が5回1位の強さでポイントも最大で優勝。2位は5回1位の安城市が確保。3回1位の沼津市は上位を脅かすも届かず3位。小田原市は4位7回でした。3連続1位の立川市と3連続2位の安城市が勝ち抜け、次は山梨県の県庁所在地甲府市と東京都日野市が登場します。チャンネル登録はまだの方で、次の戦いも見たい方はぜひチャンネル登録をしていただけると見逃さないかと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。